皆様こんにちは。今日はこちらを使ったメイクをしているので、ぜひ見てみてください。指でアイホール全体に薄いピンクを広げていきます。アイシャドウがついてない指で際をなじませます。今回下まぶたがメインですので、アイホールはこれだけで抜け感を出します。一番濃いピンクを細い筆に取り、下まぶたの際半分ぐらいまで色をのせていきます。一番濃い赤色は下まぶたの際目尻3分の1だけにのせます。何もついてないブラシでエッジをぼかします。真ん中のラメを付属のチップに取り、下まぶた目頭3分の1と目頭くの字にのせます。ちょっと絵面が怖いですが、上まぶたを持ち上げて、まつげより中側をブラウンのラインで引き、少し目力をアップします。そして濃いパープルを取り、上まぶたのライナーにしていきます。ブラックのマスカラでもいいんですが、今回はアンティークチョコレートローズ、赤みがかったブラウンのマスカラを使っていきます。目元に抜け感を出してくれるので気に入っています。下まぶたにも塗っていきます。ひとまず目元はこんな感じです。そして眉毛はパウダーの明るい方で眉頭からのせていって、徐々に濃い方と混ぜながら描いていきます。付属の筆で眉尻や下側の眉毛のラインを整えていきます。まぶたに使ったピンクのアイシャドウを少し眉毛にものせて、アイとの統一感を出します。こんな感じです。そしてこの新作のティントなんですけど、1回だけ塗っておきます。内側にだけ少し塗って、ちょっと血色を良くしておきます。これぐらいだったらムラにならないはずです。でちょっと乾くまで唇を置いといて、先にチーク塗っていきます。チークがちょうど今朝ファンレターと一緒に届きました。ありがとうございます。なんでせっかくだからこれ使おうかなと思って、どっち使おうかな。4番の方が今日のメイクに合いそうなので、こっちを使っていきます。うん、かわいい。目元も赤いので、ほんと血色を足すぐらいにしておきます。このメイクだとちょっと高めの位置がかわいいかなと思います。で、何もついてない指で周りをなじませます。リップ&チークということなんで、唇にも塗っていきます。お好みなんですけども、少しノーズシャドウとか影を入れていきます。この辺とかに。下まぶたがメインのメイクなんで、上まぶたは薄いピンクを広げただけなので、ちょっと目元の重みが気になる方はノーズシャドウをここの骨格に沿って入れておくと、ちょっとだけ気持ち骨格が強調されます。これで完成です。今回使ったコスメはこちらの7点です。まずアイシャドウに使ったこちらメインのキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ14番なんですけども、購入品動画で一つ一つスウォッチしているんですけども、とっても発色が良くて気に入りました。まずこのピンクを全体に広げたんですけども、ギラギラしないけどちょっとツヤが入るような質感がすごいちょうど良かったのと、今回下まぶたがメインのメイクですので、こちらを下まぶた真ん中まで引いて、こちらを
下目尻3分の1に塗りました。本当に2つともすごい可愛い色で発色もいいです。ただこんだけ発色がいいとまぶた全体に塗ってしまうと結構派手なメイクになってしまうなと思って、普段からしやすいような下目尻メインのメイクにしてみました。この間マックのメイクさんにメイクしてもらった時も、あの物は違うんですけど、上のアイシャドウをほぼ質感だけで、で下まぶた目尻に赤をつけるっていうメイクをやってもらったんですよ。それを参考に若い子はもちろん大人でもできるようなホリデーメイクにしてみました。あとこの真ん中のザクザクのラメも綺麗ですね。今回目頭につけたんですけども、上まぶた中央につけてもすごい綺麗になりそうです。そして一緒に買ったキャンメイクリップティントジャムの1番、前購入品動画の時すっごいムラになって唇の縦じわに入り込んですごいことになってたんですけども、薄めに1回塗りまでだったら私はムラにならないかなと思いました。まあそれをやって意味あるのかなっていうところなんですけども、まあこういうリップだけを塗るよりかは1回でもこれを仕込んでおくと少しは取れにくいのかなと思います。うん、これはちょっとメインでは使えないですね。そしてこちらがめっちゃ汚い割れてるんですけど、すごい長年愛用している消えてるけどニュアンスアイライナーの2番です。太いんですけど柔らかいので描きやすいし、折れにくいし、あと落ちにくいので私はとっても気に入っています。そしてこちらのキャンメイクリップ&チークジェルの4番、こちらは今日キャンメイクの撮影をしようって決めてたんですけど、すごいたまたま朝ファンレターと一緒に届いたんで使わせていただきました。スルッと自然な血色になるなと思いました。ツヤが出る感じです。肌に馴染んでくれてそんなに主張しすぎないので、今回のメイクみたいに濃いアイメイクの時とかにすごくいいなって思いました。リップにも使えるということで今回使わせてもらったんですけども、こう濃いめに重ねると色もしっかり発色するので、こんな感じで唇にものせました。裏に鏡もついているので小さいカバンで持ち歩く時にすごい便利だなって思いました。ありがとうございます。こちら私が大好きなキャンメイク極太マスカラの04番のアンティークチョコレートローズというカラーです。これもね、以前ファンレターと一緒にいただいたものなんですけど、本当に色が可愛くて、この赤みがかったブラウンが今回のメイクにすごいマッチしたかなと思います。今回のメイクはもちろん黒のマスカラでも合うと思います。はい。あと結構カラーマスカラって時間が経つとなんかくすんでくるものが多いんですけど、これは長時間このままの発色でいてくれている気がします。そして全然使ってないんですけども、キャンメイクシークレットカラーアイズ01番、こちらはノーズシャドウとハイライトカラーとこう目の下に仕込むオレンジピンク系のカラーが入っています。まあハイライトとノーズシャドウが入っているので持ち歩きにもいいかなって思ってたんですけど、全然使ってなかったですね。今回はこちらをノーズシャドウとして使いました。ノーズシャドウとしてはすごくいい感じのカラーだなって思いました。そしてこちらも全然使ってないんですよ、キャンメイクのパウダーアイブロウ17番。これ買う色を失敗してしまって、あんまり私の毛の色に合わなくて、こういう撮影の時にしか使ってないんですよね。普段はセザンヌのアイブロウパウダーをよく愛用しています。今回はベースメイクはやってないんですけども、こちら7点でメイクしてみました。最後までご視聴ありがとうございます。前回のビデオはこちらです。ぜひこちらも見てみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。